査をしてビデオで撮ってたんですが、すごい生物だと思わなかったものですから、私たちは驚かしたんです。そしたら、ガラパゴスで見つかっちゃいましてですね、世界最初はガラパゴスになっちゃったんです。悔しいですね。で、世界一がそこで消えました。ですが、ガラパゴスとか他のところの、この、生物は深すぎるんです。数百数千メーターなんですが、ここは今湾岸のハヤト山とちょっと右、福山沖、黒酢で有名ですが、あそこの沖合の80から100メーターのところでこれ見つかったんです。世界で一番浅い記録です。ということでこれ世界記録ですね。で、浅いものですから取ってこれます。あると思いますでしょうか。こちら、この辺りで活火山。それから、今選手の方になってますが、あるいは一生懸命風になったかと思いますけど、今日もちょっと残念ながらこう雲があるので見えませんが、ここに海門が見えてるんですね。ということで海門は火火山です。で、目の前左側にある桜島が火火山です。そして霧島が火火山です。あと2つあります。どこかというと、さっき、薩摩羽織物質という生物がいるところが若巫女カルテラというんですが、深さが100メーターもあります。深さがたくさんの元素もあります、ミネラルと私たちの言うんですが、ミネラルを持っていくんですね。いろんな元素が含まれています。したがって温泉にはいろんな元素が含まれているんで、私たちの体にいいわけですよね。で、飲み物もミネラルがたくさん含まれています。で、ちょっとだけですね、話がガラッと変わって、さっきこういう生物、薩摩羽織氏がいるよという話をしました。あそこ海底からですね、今ガスがたくさん出てます。で、熱い水という熱水と熱い水といいますか、これが出ています。で、ここは温泉ですが、温泉よりももっともっと熱いんです、数百度ですね、200〜300度、それが海底から出てます。で、皆さん方もこれをお釣りしたいんですけども、海底から湯船から、温泉のお化けみたいな熱い熱が上がってきてます。その中に嬉しいですね、金銀とが溶け込んでます。そしていきなり海水にいるとこ出てくるもんですから、海水は冷たいんですね。ということで、そこに金を置いていってくれるんですよ。考えてくださればいいと思います。よろしいでしょうか。その溶岩がずっと流れて、ちょっと見にくいんですが、その先にですね、川筋島という島があるんですが、その島がこの溶岩で完全に漏れてしまっています。この中を通る、道路がありますが、そこで手前の方ですけども、その道路のところで川筋島の場所を看板となって。